ロレーヌ公、レオポルト・レオポルト・ヨーゼフは、ロートリンゲン公。ロレーヌ公、カール5世と神聖ローマ皇帝フェルディナント3世の娘、エレオ・ノーレの子。フランス語名は、レオポール・ジョゼフ。1697年以前、そして1702年から1714年まで、ロレーヌはフランスに占領されていた。そのため、ロレーヌ公家はオーストリアへ亡命しており、レオポルトは、 オーストリア領内のインスブルックで生まれた。1690年に父が死去すると、ドレーヌ行為を継ぎ、ウィーンで軍人となるべく教育を受けた。そして、オスマン帝国との戦争におけるティミシュアラの包囲戦に携わり、マタラインで大同盟戦争の最終局面に関わった。1697年のレースウェイク条約で、レオポルトは、 フランス王ルイ14世からロレーヌを取り戻した。1698年8月17日、レオポルトは広告の首都ナンシーに入った。同年10月13日、フォンテーヌブローでルイ14世の弟ルレアンコーフィリップ一世の娘エリザベート・シャルロットと結婚した。二人の間には13子が生まれた。そのうち成人に達したのは5人である。レオポルトの時代に、 デュネビル城が建築され、ドレーヌのベルサイユと呼ばれた。ありがとうございます。